はい、こんにちは、こんばんは、まこっちゃさんです。本日5月22日、29日金曜日。この間出したリーク情報がもう少しスキル内容等も、分かってきているようなので、それについて触れていきたいと思っております。この中で喋る内容は、つむつむの攻略サイトであります、つむつむ .jp さんのものを引用しております。概要欄に URL を記載しておきます。で、まず6月の1日は、リロ&スティッチ3体出るんですが、そのうちの2つ、リロイとガントゥ、この2体が確率アップで出るようです。それで、6月1日に追加されるリロイとガントゥのスキル内容ですけれども、リロイは数箇所でまとまって積むを消すよということで、単純消去系なんで誰もが使いやすいスキルであります。で、このスキルの説明で最も強いのが、最高指導者カイロレンということで、今現在開催されてますスコアチャレンジイベントの対象ツムとなってますけれども、これはものすごく消去量が多いですね。で、リロイがどの程度消去数が多いかっていうのと、あとスキルの軽さ、どのくらいの、例えば14ぐらいで、発動するのか、もうちょっと重くなるのかということで、性能が変わってくると思います。で、リロイはあと期間限定積むなので、6月のプレ、あ、6月で確率アップしているプレミアムボックスからは出ますが、7月からはもうプレミアムボックスには入ってないので、以降はセレクトとかピックアップガチャの、での復活を、待つしかないということなんで、その時に、リロイボイス付きなんですけれども、復活した時にボイスがついてるかどうかっていうのは、保証はされてないんで、できれば今月中に1体は持っておきたいなというつもりですね。で、ガントゥは、横ライン上に積むを消すよということで、このスキルの説明のやつはもう今までからかなり出てまして、スカーとか、白ナマタタシンバとか、これも単純消去系なんで、初心者の方から使える、積むになっていると思います。で、横ライン消去で一番強いのは僕はメリーポピンズじゃないかなと思ってます。ガントゥはそこまで消去量が多いのかっていうのと、スキル発動がどのくらい軽いかっていうところで、性能がどうなのかなというところが気になりますね。で、ガントゥは常駐積むで、7月以降もプレミアムボックス中にいてますけれども、多分ボイス付きではいけないと思うんですね。だからボイス付きが欲しいっていう方は、やっぱり6月中に1体は、持っておく積んだと思います。で、ハムスタービール博士っていうのは、実はこの2体の確率アップの後に、リロイと、ガントゥとハムスタービル博士ということで、3体で確率アップするので、ちょっと確率的にはリロイとガントゥを引いた時よりも、低い確率になってしまうので、ちょっと手に入りにくいかもしれないです。で、スキルがね、ちょっと今までにない、説明になってるので、なぞった場所に、ビームを発射、
ピームに当たった圧も消すよっていうので、まあ、新しいスキルなんで、ちょっと期待が持てますよね。で、これはまあ期間限定ということで、リロイと一緒ですね。で、ボイスとか曲がついてるのかどうかというところまでは分かってないです。はい、ということで、シンツム3体のまとめですけれども、スキル的にはハムスタービール博士が新しくて、期待が持っているんではないかなという、そういうところで、まあ、一体を持っておきたいということと、リロイは期間限定なので一体は欲しいところ。ガントゥは上ツツムなんですけれども、ボイス付きのガントゥが欲しいっていう方は、まあ、今月中に手に入れておかなければ、来月以降は曲付き、ボイス付きでないガントゥになってしまうということで、結局まあ3体とも1体ずつは手に入れたいところですよね。はい。あと、新ツム2体は王様の剣シリーズより来るらしいんですけれども、ちょっとね、これまだバナーが出てないですし、スキル内容も分かっておりません。はい。なので、また、分かり次第動画にしたいと思います。あとね、今月はもう、あと、土曜日と日曜日で、あと2日だけなんですけれども、6月のことはあんまり気にせずに、このアナキンですね。アナキンはできるだけスキルを上げた方がいいと思います。なので、今月はちょっと、コインの消費があれですけれども、アナキンは効率的に言うと、ジェダイルークに匹敵するという評価をしておられる方もいてまして、まあ、一番コイン稼ぎの効率がいいのがガストンなんですけれども、それの2番手、3番手が、まあ、ジェダイルークであったり、アナキン・スカイウォーカーであります。ただ、ジェダイルークのように、スコアもコインもということではなくて、アナキンはコインだけっていう、コイン稼ぎが、まあ、ジェダイルークと同じレベルの効率で稼げるっていうことなんで、まあ、20位の中に入ってきてますんで、これはもうぜひとも引いてください。で、まあ、6月のはもうコレクターの方が、まあ、一体持っておけばいい積むだと思います。はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。一応6月の新積む、私はまあコインあるので、まあスキル6までする予定なんですけれども、使用感やプレイ動画も上げていきますので、もしよろしければチャンネル登録もお願いいたします。小北さんでした。